お疲れ様です。源健太郎です。このね、数日間、なんか、初恋サイダーというワードが、ね、やたら身近に感じる数日でしたけど、まあ、改めてね、考えるんですけど、まあ、実際ね、僕、初恋サイダーの話ってね、この YouTube で最初に喋ったのは今年の5月ぐらい。本当にね、この YouTube を僕がちょこちょこね、今ほどじゃなくちょこちょこちょこ試しにやってみてる時に出したやつで、でその時もなんかね、まあ勘違いしたハロータの人たちがすごいね、批判のコメント書いてきたりとかしてたから、もし知らない方はね、見ていただければなと思うんですけど、やっぱりね、この初恋サイダーだけではなくて、まあ、ライブのアイドルのこの真っ黒の世界って、そのカバー曲、有名なアイドルの曲を歌ってアイドルですと言ってやってる人と、こう自分たちでこうコンセプトとか決めて、まあ、そのね、ハンドメイドみたいな手作りのレベルでも自分たちでなんとかこういう曲を歌ってこういうのをやりたいと思ってやってる人たちっていうのが、まあ、混在してて、で、まあ、そこをね、まあ、僕らみたいなこう末端で仕事してる、ね、こうイベントの会場だったり、まあ、僕なんかその会場とイベントの制作を両方同時にやるような、まあ、仕事というかスタイルの会社なんで、やってる人たちがなんかそこを安易にこうごちゃ混ぜにしちゃってるのがちょっと今あんまりその彼女たちにとっても良くないよなっていうのを思ってて、っていう話なんですよね。で、そのなんでカバー曲のを使ってライブをやるっていうのは、まあ、例えばその例えばこうハンバーガー屋さんをこう始めますと、自分たちで今日からハンバーガー屋さんやるんですって言った時に、例えばマクドナルドとかモスバーガーとかのああいうすでに有名なメジャーなハンバーガー屋さんのハンバーガーを買ってきて、そのまま来たお客さんに出して、でそれ食べたお客さんがやっぱりマックうめえなとか、やっぱりモスうまいわって言ってるだけなんですよね、実は。で実際こうステージで歌ってるのも、例えばそう買ってきたマクドナルドに何か別のもの挟んだりとか、なんかそういうアレンジをしてるわけでもなくさ、基本的にはもともとあるそういう CD に入ってる、例えばカラオケの音源だったりとか、そういったものをまあ使ってたらそれを提供しているって感じです。でその中で初恋サイダーっていうのは、そのマクドナルドで言うと、もう例えばビッグマックとか、そういう分かりやすいやつでさ、いわゆるチーズバーガーとかハンバーガーとかそういうのじゃなくて、もうビッグマックザ・マクドナルドのやつですみたいなやつだから、より象徴的で、やっぱビッグマックうめえな、やはり安いなとかすげえなとか、なんかそういう感じにいたらそれを好きな人が言ってるだけみたいな、感じで、でやっぱそれじゃあハンバーガー屋をやってますとは言えないでしょっていうようなことなんですよ、僕が思ってるのは。でやっぱハンバーガー屋さんを始めますって言って始めたからには、ただマクドナルドとかモスバーガーとかフレッシュネスバーガーとかのいっぱい食べて、当然ハンバーガー研究して、でその上で自分なりの、じゃこういうパンを使いたい、こういう肉を使いたい、こういうものを挟んで、ね、こういうソースかけて、美味しいと言ってもらえるものを作りたいと思ってやるのがハンバーガー屋さんを始めますっていうこと で、でそれがだから僕からしたらそういうアイドルを始めますっていうことだと思うから、アイドルを始めますっていう、始めたいっていうね、女の子がいたらそういうことをさせてあげたいなっていうふうに僕は思ってる人で、だからやっぱそれがね、同じお店にさ、その個人でねオープンしたお店にさ、そこのお店のオリジナルのハンバーガーとさ、マクドナルドで買ってきたハンバーガー両方並べてるみたいな感じっていうのは、やっぱちょっと用だな、系だなと思うんで、そこをちゃんと分けていくことが、ね、どうね、それぞれのこうターゲットとしてるお客さんをちゃんとこう掴める 会場になるというか雰囲気になるなというのが一応僕が目指しているところです。なんでね、そういう、ね、みんなでマックのバーガー食べるのが好きな人はそういう場所に集まればいいし、やっぱりそう有名なハンバーガーチェーンじゃなくて、個人経営のハンバーガー屋さんのそういう独特なこだわりだったりとか、その人たちのなんかね、色っていうものをこう楽しみたい人たちは、やっぱそういうハンバーガー屋さんを探していくのがいいし、でそういうハンバーガー屋さんのある場所を僕たちは教えてあげたいしっていうような感じに思ってます。だから
初恋サイダー歌とかカバー曲歌うっていうのはなんかそういう感じなんでね、うん、それを、まあ、僕はどうにかしたい、うん、だからね、まあ、今度新しいイベントスペース始めるんですけど、うん、そこの運用方法に関してもね、まあ、僕は立ち上げからこう見ながらやるんであれなんですけど、うん、なんとなくそこの色としてはだからそういうカバー曲でやってるアイドルの人たちは、まあ、例えばそこの発行でのイベントには出演できないような形にするとか、うん、例えば出演できるイベントとそうじゃないね、そういうオリジナルのハンバーガーをちゃんと用意してきてる人たちとそういう人たちはもう別のイベントにもきっちり分けるとか、うん、なんかそういう感じでやっていきたいなと思ってます、うん、でそういうことを僕たちが多分やらないとおそらく今のままがしばらく続いてしまうのかなとこの世界思うので、それはお客さんにとってもアイドルやる子にとってもおそらく実は一番大事な当たり前のことでさ、そういうお店をやるとか何かをやるってことに関してはちゃうじゃん、今言ったハンバーガー屋で例えるとだけどさ、でも同じことなの、それがごっちゃになってるのやっぱ変なの、でもその変な状態が今まかり通ってるこの末端のアイドルの世界っていうのが結構今そのピークに来てるかなと、うん、っていう感じです。だから仕方がないかなと思うし、だから絶対その方がいいと思います、うん、なんでね、その辺も踏まえて、まあ、今後僕がやってることだったりとかね、うん、そういったのも楽しんでもらえたらと思います。おそらくだけどそういう風な区切りをきっちり僕たちがして、例えばそういったお店によって、だ今やってるお店は例えばそういうカバーしてるアイドルの子たちだけが出るイベントをやる場所で、もう一つの新しいお店はそうじゃないオリジナルのって分けた時に、例えば今アイドルね、末端アイドルを応援する人たちも自分が応援してるアイドルが実はどっちなんだろうとか、どっちを目指してるのかね、うん、そういうのも分かりやすくなると思います。そのね、カバーをするアイドルをやり続けたい人なのか、それをスタートとしてもう一個のお店の方に、もう一個のイベントの方に行きたい子なのかとかね、そういったアイドルの子たちもこう目的みたいなのもこう、それそういうね区切りを僕たちが用意することでよりしやすくなるんじゃないかなとは思って、だからそれがね、どういう評価になるか分かりませんね、その賛否のピの方がすごい大きくなるようなことかもしれないし、どうなるか分からないけど、でも今、アイドルやってる人だったりがそうこの世界でそれをね、まあ、商売とか、まあ、勝負としてこうやっててさ、こう何か、ね、自分の人生に影響あるような活動にしようと思ってる人たちにとっては、うん、そうするしかないのかな、うん、そうじゃないとおそらくそういうね、うん、別の場所でマクドナルド食べるのが美味しいっていうのをただ好きなというか、そのお客さんのためのなんかアイドル活動になってしまってて、アイドルの子たちのためのアイドル活動っていうのとお客さんの求めるものっていうのをきっちりね、こう僕らイベンター側がうまく采配していってあげるのが、まあやっぱり誰かがやんないとというか、なんかそういうなんかきっかけに、なっていけばいいなとか、こういう一番下の末端が、ある程度のランク人たちはさ当然オリジナル曲で全部やってるからいいんだけど、こう本当のスタートしますみたいなそういう世界がちょっとそうなって行くような流れを、ちょっと始めたいなというふうに思います、なんで、ね、なんか初恋サイダーのっていうね、本当なんかあれですよね、ちょうど昨日かハロウィンの、ね、渋谷のライブで本当鈴木愛理さんがちょうど最後、ね、初恋サイダー歌ってさ、なんかグッドエンドみたいなわかんないけどさ、うちのね、ツイッターでちょっと初恋サイダーって言葉がちょっとみんなの耳に入った中で最後なんかそういうハッピーエンドになって終わって面白かったですね、うん、まあちなみに僕自身はね、もうほんと10年以上前にこう初めてアイドルのライブとかね、こういう地下的な部分での、ね、ライブみたいなのを仕事で携わるような時にやっぱり一番見て勉強したのはハロプロですから、うん、まあ、当時ねまだ AKB とかもまあいなかったり出始めたりとか出てできたりとかそういう時代なんで、うん、やっぱり僕はハロプロで結構勉強しましたんで、うん、ね、ライブの DVD だとめちゃくちゃ持ってるし、ね、メロン記念日のライブの DVD なんて本当すり減るほど見倒しましたから、うん、
だから本当にね、あの別に誰初恋サイダーが嫌いとかハロプロが嫌いとか、そんなの全然思ってなくて、むしろね、あのそういう20年前にモーニング娘。が登場してさ、ハロプロができて、そこからこうね AKB がまあできてっていうところでさらにこう跳ねたのもあるけど、うん、やっぱり20年前のねモーニング娘。ハロプロの登場が結局こういう今たくさんの人たちがそういうね、ハロプロや AKB になれなくてもこうアイドルをできたりとか、ね、しながら生活できる人もいたりとか、するような流れに世の中がなったんだと思うので、うんね、僕は本当に自分がこういう仕事するの原点はハロプロで勉強したので、なんかね、それが俺が初恋されたら嫌いだとかさ、ハロプロ嫌いだっていうなんか感じで思われるとまた全然また解釈違うなと。それでもいいんだけどね、多分、うん、そう思われた方が面白いなら俺そういうキャラクターでガンガン行くけどさ、ね、っていう感じで、まあ、この週末で、ね、週末になりますけど、まあ、月末かこの10月の月末、思いましたという感じです。じゃあ今日はこの動画はこの辺りで、まあ、初恋サイダーを歌うなりカバーをするアイドルの人たちと、そうじゃない、ね、オリジナル曲で戦っていくアイドルの子たちは、別世界だということを、もっともっと分かりやすい業界にこれからしていければと思います。というわけで、ここまでです。お疲れ様でした。